己徳川めこのままでは済まさんぞ。いずれにせよ、こうして多くの人々の尊い命を奪った末に、道明寺での戦いは幕を下ろし、翌日には大激戦の末に真田幸村も徳川家康を追い詰めながらもあえなく討ち死にし、その日の夜にはついに天下の名城とうたわれた大阪城も炎に包まれ、翌朝には千姫を城から脱出させた淀の方と豊臣秀頼も自刃、ここに豊臣家は滅亡するに至ったのでございます。つわものどもの夢のあと、多くの命を奪った大阪夏の陣はこうして終わりました。いつの世も戦の儚さ、そして残された人々の悲しみは変わることはありません。せめて私たちができることがあるとすれば、401年前にこの地道明寺で起きた戦を語り継いで忘れ得ぬことのみではないでしょうか。
2回目ということで安心して見ていられました。皆さんどうもありがとう、お疲れ様でした。記念撮影に入らせていただきます。はい、カメラのご準備をお願いいたします。本当に皆さん、なんか去年よりもこうダンスの要素も増えて、去年はすごいこう格調高いオーソドックスな雰囲気でもそれは良かったんですけれども、またガラッと、印象も変わって、今年流のこの道明寺合戦シンフォニー、お楽しみいただきまして、キャストの皆さんに本当に頑張っていただきました。それではですね、またじゃあ、ポーズの、
はい、掛け声お願いできましょうか。はい、会長ポーズポーズ。はい、いいですか、カメラ用意ですか。やっぱり貸しときかな。ええー、よ、行こうか。はい、3回。はい、じゃあ貸しとき3回いきます。カメラのご準備いいですか。3回やりますからね、よろしくお願いします。いざ出陣、勝ち時、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。オッケー、忍者忍者、よかった、どうもありがとうございました。はい、皆さん、もうキャストの皆さんも、もう観客の皆さんも、なんかもう嬉しくって、なんかで、ね、もう自分にお客さんにも拍手、イエーイ、どうもありがとうございます。またこれもね、ずっと続けていけたらと思います。本当に皆さんありがとうございました。雨も強くなってまいりましたので、こちらのステージのプログラムの方はもうこちらで終了させていただきます。キャストの皆さん、小さなお友達ちゃんと、じゃあもう先生とお母さんのところに戻ってください。どうもありがとうございました。